ロボケアセンターでちょっと2泊3日の旅行プラストレーニングもあるっていう春フィットツーリズムというのを体験しに来ました。左、そう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 、はい、右、よし、体重乗せて右に、そう。春が終わって観光でこちら海地獄に来ました。なんだかわかりませんがこれから、入ってみたいと思います。レッツゴー。え、めっちゃ綺麗とかちゃんとやっぱりしてますね。ここはね、比較的整備されてる。うん、整備が綺麗。ここすごいですね。すごい。でもこっち臭くない。あ、確かに。さっきより全然匂いがしない。すごい、イエーイ、すごい。じゃあ卵サンドをいただきます。すごいちゃんとラップされてるから。スタートだと左端ですよ。でそれぞれで違うんだね。何よ、私上にスタートがこれひっくり返さないと。どうですか？美味しいですか？うん、甘い。へー。甘いかな。GoPro はいいですか？うん。戸田さん持ってるし。ここは湯の花が作られている場所です。家族風呂もありました。鬼滅の刃の聖地と言われている場所で、偶然にも地元のラジオカーに遭遇しました。ますのでお話を聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからいらしたんですか？山形県から来ました。山形県から、はい。そう、実際こちらに来てみてどうですか？私もアニメを見ていたので、いろんなこう読んでたりするとすごい共通点とか、あ、確かにそんなのあったなっていうのがあったのですごいびっくりしました。続いては何だろう。はい。さてさて行きますか。うん、受付行きましょう。人生初の砂場体験。あ、おはようございます。てか大分ってすっきり映んないんですね。そう、いや、目覚ましテレビが映らなかった。スッキリ率はない。え、違う違う違う、スッキリもない。
ジップ終わったら目覚ましテレビだったよ。え、嘘。そうそうそう。へえ。違う。あ、違う。あ、違う。違う。え、ジップ終わったら、じゃあ特ダネだよ。ジップ終わったら特ダネ。って思って、おいおい、曲が違いすぎるだろって。地方ならではのこのゆるい話題をあーだこーだ話しながら進みます。いやー、やっぱ晴れ女パワーがすげえな。うわ、すごい。晴れ女パワーがすげえ。テレビでよく見るやつ。あ、テレビでよく、あ、テレビで、え、これ、これ何？これ、温泉で温めてるんです。なるほど、すごい浅い足湯なのかなって感じ。すごい。え、でも、全然硫黄臭じゃない温泉なんですね。ね、そうですね。これと活版あるね、かまってね。後ろ、あ、大丈夫です。氷にあげるわ。氷にやばい。よいしょ、いくよ、せーの。よいしょ、せーの、あげます、はい、ありがとうございます。で、くぐってください。これがね、ちょっと待って、ね、ほい、入るかな。今女性誰もいないんですよ、ね、これが後ろに一回回すね。それでいいですか。うん、だって浴衣着るだけですよね。うん、うん、はい、全然パターンがあります。おー、ちょっと、ちょっと、あー、ごめんごめんごめん。はい、一回パターンします。はい、せーの。おー、あ、こういうことか、お風呂。なるほどね。このパターンするね。はい。こっちがコールブスなんだけど、ここで着替えるんだったら、この方がいいかも。このカーテンのところで着替えます。暑いですね。暑い？うん。暑いですね、これ。源泉の温度が65度あって。おー。源泉の温度ぐらいは温まったな。なるほどね。やばい。うわ、くちゃくちゃ。この巻き方からやばい、かわいい巻き方から。逆じゃないよ。これから初めての砂風呂体験をします。こんな感じだけどします。すごい。いや、分かんない。海水浴場に行ってもさ、ほら、男の子たちは砂に埋められながら、その経験がないから、やばい、砂に埋められてる。この年齢で埋められるっていうね、初体験ですよ。代わりに入れるんだ。わあ、すごい。ね、すごい。すごい。いや、天気良くてよかった。あ、重たいんだ。重たいのかな。ありがとうございます。はい、よいしょ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。それで終わりです。はい、とても良かった。いや、めっちゃ気持ちいい。やっぱ外っていうのがよりいい。いや、本当気持ちいい。良かったです。良かった、本当。やっぱり地方に来たら美味しいものを食べないと帰れません。あ、すごい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 。はい、今回泊まったホテルは西鉄リゾートイン別府バリアフリールームです。暑いんですが、奥のベッドには車椅子で近寄ることはできませんし、ソファーもなかなか近寄るのは難しかったです。お風呂はこんな感じでしっかりとバリアフリーが使
整っています。ですがやっぱりシャワーヘッドは高い位置にセットされていることが多いので、ホテルのスタッフさんに撮ってもらいます。鏡の角度は最高です。はい、これにて春のツーリズム体験が全部終了しました。お天気も良くて良かったです。では山形に帰ります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。楽しかった。